When the moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. The age of Aquarius. 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 Aquarius.月が第7級に入り、木星が火星と並ぶとき、平和が惑星を導くだろう。そして愛が星々を指導するであろう。そのとき、アクエリアスの時代の夜明けとなる。アクエリアスの時代。アクエリアス、アクエリアス、アクエリアス、アクエリアス。広島市、浜松市、ジャパン。2010年8月8日、2つのクロップサークルが英国のウィルトシャーに現れました。一つはピューセイの白い馬付近で、もう一つはサントン橋の近くです。サントン橋の近くに現れたクロップサークルについて、ロス・ホルコムは、ピューセイのクロップサークルが現れた直後、その近くの農夫が草を刈って自分で作ったと報告しています。が、そんなことはありえません。完成度そのものが違います。ここで注意していただきたいことは、2010年の8月8日、8月8日という数字です。この8、8という数字が、これから解く巨大な謎の謎解きの鍵となりました。2つのクロップサークルをご覧いただきます。これが8月8日に、サントン橋の近くに現れたクロップサークルです。そしてその少し前、白い馬の付近に現れたクロップサークルです。これらの二つのクロップサークルは何を意味するかということになります。で、林博士がその謎解きに挑戦してみました。こうしたクロップサークルを見るときはですね、その完成度に注意してください。人間がいたずらで作ったクロップサークルも多々ありますが、完成度がまるで違います。それはともかくも、2010年の8月8日、8月8日に同じサントンで、もう一つ別のクロップサークルが現れていました。それがこの中央下のクロップサークルです。大変雑な作りという感じがします。で、私もこのクロップサークルについては注目していませんでした。このクロップサークルに注意してください。これは人間が作ったものなのでしょうか？それともなのでしょうか。もう一度しっかりとこのクロップサークルをご覧になってください。一見雑なようですね。そして他のクロップサークルと違って、まあ、かなり荒っぽい作り方がしてあります。クロップサークルの中でも大変珍しいと言いますか、例外的な形ということになります。が、このクロップサークルに注目した人がいました。名前はわかりませんけども、その方が書いておられるブログです。このブログの中に、そのクロップサークルが出てきます。このブログそのものはですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの
レオナルド・ダ・ヴィンチの予言について書かれたものです。そのブログの中に先に紹介しました3トンのクロップサークルが紹介されていました。左の写真がそうです。そして右が、太陽の近くで撮られた実際の写真です。で、このクロップサークルの右下に描かれているのがですね、まあ、この方によれば、Horns of Bull、すなわち、お牛の角というわけです。で、右の写真と比較してみてください。赤い部分が太陽ということになります。そして、その中央の赤い部分がお牛の角、そして右上が地球の大きさほどもある UFO ということになっています。地球の大きさと同じぐらいの UFO というふうに判断されています。その写真の中に、お牛の角というものが描かれているということですね。そして同じものが左のクロップサークルの、まあ、右下にも描かれていたということになります。左のクロップサークルは2010年の8月8日、そして右の写真が撮られたのが、それから2年後の6月30日ということになります。で、この方の解釈によればですね、大変わかりにくい英文ですけども、そのまま直訳すると、ダ・ヴィンチのお牛の角、お牛座のお牛は角、イコール延期の代名詞を死から火を守る。火というのは太陽を指す。つまり、ダ・ヴィンチは、お牛の角が、延期イコールプロメテウスを死から守ると書いているというのです。下は、ダ・ヴィンチが書き残した文章です。そこにはこうあります。強力なお牛の獰猛な角が、絶え間ない恐ろしい風から、夜中に使われる光を守る。角のあるフリダヌスからのそれは風から人間を守り私たちを安全に保つ。で、この方は風というのは太陽風のことであると解釈しておられるようです。レオナルド・ダ・ヴィンチも予言的な言葉を断片的ではありますが数多く残しています。ノストラダムスとよく比較されます。で、もう一度このクロップサークルに話を戻します。2010年の8月8日、8月8日に、まあ同時に3つのクロップサークルが現れたということになります。そして先のブロックを書いている人はですね、その中の一つに注目し、それは太陽風のことではないかと考えておられるということです。で、その内容は何かということですね。そこでもう一度この8月8日という数字に注意してください。8、8です。この数字がこのクロップサークルの謎を解く鍵となりました。3トンに現れたクロップサークルです。その少し前にもう一つクロップサークルが現れています。同じ日に現れています。で、これらクロップサークルは何かということなんですね。そして同じ日に同じ3トンで先ほど紹介しましたあのクロップサークルが現れています。まあ、これら2つのクロップサークルはご覧になっての通り大変完成度が高いということになりますが、もう一つのクロップサークルは一見すると雑と言いますか、まあ荒っぽい作り方のクロップサークルのようにも見えます。中央下のクロップサークルをもう一度見てください。そして確かに右下にはいわゆるお牛の角らしきものが描かれています。お牛の角というのは言うまでもなく延期、つまりプロメテウスの代名詞ということになります。お牛の角イコールプロメテウス、延期の
代名詞ということになります。右下のこの奇妙な形を、お牛の角と見ると、ではどのように解釈したらよいかということになりますが、その前に、8の謎をしっかりと解いておきたいと思います。続く動画をどうかご覧になってください。Someday the star Betelgeuse will run out of fuel, collapse under its own weight, and then rebound in a spectacular supernova explosion. Someday, but probably not soon. Not soon, but when? いつかベテルギウスは燃え尽き、その重量で崩壊し、そしてその重量に耐えかね、超新星爆発する。いつか爆発する。今すぐというわけではないが、爆発する。が、その時は、いつか。ヒロヒハヤシ、浜松セリージャパン。クロップサークルです。いたずら説もありますが、本物か、いたずらかは見ればわかります。完成度がまるで違います。今までいくつかのクロップサークルについて検証してきました。今日は皆さんを UK のオールトンへ案内します。2008年の8月8日、UK のウィルシャー州のオールトンのミルクヒルの近くに数字の8の字の形をしたクロップサークルが現れました。場所はエイブベリーの真南 180.00 の位置。距離は 5.8 キロのところです。上がエイブベリーです。そして 5.8 キロのところにそのクロップサークルが現れました。8月8日。2008年の8月8日のことでした。これがそのクロップサークルです。数字の8の形をしています。そしてこのクロップサークルは2008年の8月8日に発見されています。そして長さは800フィートです。約244メートルです。ここで8888という数字が並びます。そして、クロップサークルの形も8という数字の形をしています。まさに8尽くしのクロップサークルということになります。8ですね。これは偶然なのでしょうか？それとも何かの意図を持ってこのような8に揃えられたのでしょうか？では、オリオン座のベテルギウスに話をつなげます。オリオン座です。このオリオン座の左上のところにベテルギウスがあります。今、赤丸で示したところです。天空で9番目に明るい星と言われています。ベテルギウスです。もう一枚、こんな実際の写真が手に入りました。左下がベテルギウスです。そして、こんな写真も手に入りました。中央にベテルギウスが見えます。そして、8の字の形をした星雲に囲まれています。これも実際の写真です。で、これはベテルギウスの空想創造図です。表面がボコボコしているということですね。これも空想創造図です。全体に8の字の形をした星雲に包まれているのがわかります。天空で9番目に明るい星とここに書かれています。このベテルギウスは太陽の直径比にして1000倍、体積比にして1億倍あります。1億倍です。左下にちょっと見えるのが太陽です。
その左側にあるのがベテリギウスです。まあ、巨大な星ということになります。この星が今まさに爆発しようとしているということですね。で、もう一度実際の写真を見ていただきますが、このベテルギウスの写真に注意してください。八の字をしています。そして中央にベテルギウスが表現といいますか、写真に撮られています。で、このベテルギウスが爆発すると、太陽は二つになると言われています。まあ、明るくても満月程度、昼間でも見られるようになるそうです。まあ、こうした想像図がいろいろと描かれています。まさに二つの太陽ということになります。で、ここで、そのベテルギウスと、UK のオルトンのミルクヒルの近くに現れたクロップサークルと比較していただきます。左がクロップサークルです。右が実際のベテルギウスの写真です。二つの丸で構成されています。中深くご覧ください。ここが今日の重要なポイントということになります。そして中央に円形があり、その中心に星が描かれています。そして周りの星雲もよく見ますと、ボコボコボコとした感じで、まあ、このような形で表現されてもおかしくないということになります。で、私、林博士は、左のクロップサークルは、ベテルギウスを表現したものだと判断しました。違いがないという点で、左のクロップサークルは、ベテルギウスを表したものだと、私は判断しました。が、こんな恐ろしい話もあります。マラキです。旧約聖書のマラキ書によれば、アルマゲドンの時、つまり人間が最初にして最後の審判を受ける、その最後の審判の時には、二つの太陽が現れるというのです。一つは普通の太陽、もう一つは正義の太陽ということになります。そして、あのノストラダムスも、二つの太陽という言葉を使っています。ノストラダムスです。その中にこう書いてあります。二つの太陽が空に現れ、と。そして、ローマ法王はローマから逃げ去ると。そのように書いてあるということですね。そして、ゾラスター教でも、イスラム教でも、アルマゲドン、すなわち最後の審判の時には、二つの太陽が現れると説いています。これがフランス語の原文ですけども、この中にもやはり二つの太陽という言葉が出てきます。Two suns appearing。二つの太陽が現れるというわけです。大きな犬は一晩中吠え続けると。まあそのように書いてあります。つまり、ノストラダムスも二つの太陽という言葉を知っていたということになります。で、アルマゲドンについてはいろいろと解釈されています。これは一応、キリスト教側のですね、アルマゲドンの解釈ということになります。まあこうしたことが起きるかどうか私にはわかりませんけれども、聖書の中にはそのように書かれているということですね。まあそれをどう解釈するかは皆さんの問題かと思います。そして言うまでもなく1500年後のイエスの操り人形であったミケランジェロもやはりそのような絵を描いています。そして、ここに祭壇のすぐ前に、このような不気味な絵が描いてあります。まさに地獄で苦しむ人間の様子ということになるのでしょうか。で、クロップサークルを検証してみます。右が、これが実際のベテルギウスの写真です。左がクロップサークルの絵です。二つの大きな円で構成されています。そして中央に小さな円が描かれています。実際のベテルギウスもそのようになっています。もう一度確認してください。同じだということですね。そして中央に円が描かれています。つまり左のクロップサークルは私はベテルギウスを表現したものだと判断しました。まあ、違いがないという点で同じと私は判断しました。そして直径も描かれてますね。直径に当たる部分も描かれています。
で、この中心にあるのがベテルギウスということになります。で、このベテルギウスは、いわゆるミルクヒルの近くでですね、オルトンのミルクヒルの近くで現れた。2008年の8月8日、長さは800フィート。形は8の字をしている。8888、尽くしということになります。ここに何か意味があるのではないかと、私、林博士は考えました。長さは800フィートです。すべて8で統一されています。8で統一されています。では、この8は、何を意味するかということになります。なぜこの8月20日に、8日にですね、エイリアンはこのようなクロップサークルを描いたかということになります。で、私はいつものようにこの丸の数を数えてみました。10個です。次の10個です。そして次の10個です。次の10個で残りが4個です。合計で44個となります。44、すなわち4たす4は8の、いわゆる非数学です。8が隠し込まれていました。そして全体として8の字の形をしています。で、私はですね、これが書かれたのが2008年、そしてその44年後というふうに解釈しました。あくまでも私の推論です。仮説です。まあ、このような形で、まあ、このクロップサークルは2008年から44年後に、ベテルギウスの大爆発が起きると、まあ、私たち人間に警告しているのではないかと解釈しました。中央に描かれているのがベテルギウスです。あくまでも林博士の推論イコール仮説です。まあ、そのように、私は今のところですね、そのように解釈したということになります。で、ベテルギウスが爆発する。2052年の8月8日ということになります。が、皆さん、どうかどうか、どうか心配なさないでくださいね。ベテルギウスが爆発しても人間には影響はありません。壮大な天空ショーで終わります。話を元に戻します。8の意味は皆さんにも分かっていただけたと思います。そしてこのクロップサークルが2008年の8月8日に現れています。そして中央がですね、実際のベテルギウスの写真です。宇宙望遠鏡で捉えたベテルギウスの写真ということになります。そして右がその2年後の2010年の8月8日に現れたクロップサークルです。そして3番目のこのクロップサークルですね。もう一度皆さんに紹介します。一見すると雑なようで、そして、まあ、他のクロップサークルとは完成度が違うようにも見えますが、しかしこのクロップサークルには
別の謎が隠されていたというわけです。この右下のクロップサークルの右下には、どうやら、いわゆる大牛の角らしきものが描かれているというわけですね。大牛の角イコール延期ということになります。プロメテウスということになります。まあ、これをですね、大牛の角と言い切るには少し、まあ、難しい点もありますけども、同じようなものがですね、それからさらに2年後に太陽の近くで実際に撮影されています。その写真の中央部に描かれていますが、写真に撮られたのが大牛の角というわけです。そして右上は、地球ほども大きい UFO ということになります。惑星級の UFO ということになります。まあ、巨大な UFO ということになるわけですね。そうしたものが太陽の近くで写真に撮られていたというわけです。もう一度、ここが重要ですから、皆さんと一緒におさらいしておきたいと思います。2010年8月8日にですね、二つのクロップサークルが現れました。今、皆さんにご覧いただいているのが、その中の一つということになります。まあ、それについては、いろいろ言われてますけども、まあ、このブログの中でもですね、人間が作ったはずがないというふうに言い切っています。そして、2008年、その2年前に左のクロップサークルが現れていた。そしてその形は、ベテルギウスと一致している。そしてその2年後の2010年に、このようなクロップサークルが、まあ、3つ、現れたということになります。そして、右下のクロップサークルには、お牛の角らしきものが描かれていた。そして、お牛の角というのは、言うまでもなく、プロメテウス、延期の代名詞である。そして、その内容についてですね、まあ、どうやら、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが、予言的な言葉を残していたということになります。で、左が、2008年8月、8月8日のクロップサークルです。もう一度確認してください。皆さん自身の目で確認してください。つまり、右がベテルギウスの写真ということになれば、左のクロップサークルはベテルギウスを表したものだと私、林浩司は考えています。で、結論ということになります。先のブログを書いた方の名前がわかりませんので、まあ、ブログをですね、もう一度皆さんにそのまま紹介します。ダ・ヴィンチのお牛の角、つまりお牛座のお牛は、角延期の代名詞を死から火を守る、火というのは太陽を指す、というふうにまあ書いてあるわけです。ダ・ヴィンチの書き残した予言の元の文章はですね、強力なお牛の獰猛な角が絶え間ない恐ろしい風から夜中に使われる光を守る、角のあるフリーダヌスからのそれは風から人間を守り私たちを安全に保つ。ここが重要です。風から人間を守り私たちを安全に保つと。わかりやすく言えば、人間の皆さん、何も心配しなくていいよ、というふうに解釈できるということです。繰り返します。人間の皆さん、何も心配いりませんよ、というふうに解釈できるというわけです。ここに書いてある、強力なお牛の獰猛な角というのは、すなわち延期プロメテウスを意味します。そして、ここにある風というのは、太陽風のような、シャチな風のことを言うのではなくて、ベテルギウスの爆発によって起こる爆風ということになります。その爆風が来てもですね、何も心配はいらないよと、まあ、そのように解釈できるということになります。つまり、そのようなメッセージを延期、すなわちプロメテウス、あるいはその意思を組むマルドックが私たち人間に伝えているということになります。最後に2010年8月
8日に現れた残りの2つのクロップサークルについては、その謎解きはですね、今しばらくペンディングということにさせてください。When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius.Aquarius, Aquarius, Aquarius, Aquarius. Bye for now. The two so-called Chilbolton formations consisted of, on the one hand, a section of binary code reminiscence of a computer chip and, on the other hand, a blurry humanoid face within a rectangular frame measuring 44 meters by 57 meters. As for the computer chip segment, it contained a message,And this message was decoded by Paul Vigay, a leading international UFO expert, as well as a computer expert. The message can be read that Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time.Believe there is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Was this conducted by aliens who gave us humans the final warning of Armageddon? Or is this warning related with Matthew chapter 7:15 of the New Testament?Here I show you another mystery of this Chilbolton formation. By the way, the Telegraph site reports as for the mysterious death of Paul Vigay, who was discovered floating in the sea off the coast of Portsmouth Hants on February 20, 2009. A coroner has admitted after he drowned,without leaving a suicide note. He was 44 years old when he committed suicide. テレグラフサイトは国際的な UFO 研究家でもあり、ニューハンプシャーのクロップサークルの暗号の解読者としても知られていたポール・ヴィゲイの謎に満ちた自殺を報告しています。ポール・ヴィゲイは2009年2月20日にポーツマスの海岸に浮かんでいるところを発見されました。自殺と言われています。享年44歳でした。広志林、浜松シティ、ジャパン。2002年の8月15日、
UK のハンプシャーに大変奇妙なクロップサークルが現れます。そのクロップサークルは2つの部分から成り立っています。一つは明らかにヒューマノイドと思われる人物の像、そしてもう一つは螺旋形に書かれたいわゆる二進数による暗号でした。これがそのクロップサークルですが、右下の円形部よく見ると螺旋模様になっていますが、この螺旋模様を中心部から時計と反対回りにぐるぐると読んでいくと文字が浮かび上がってきたというのです。二進数のアスキーコードで書かれていました。その暗号をポール・ヴィゲー氏が解読しました。ただ正確な解読ではなさそうです。というのは草を束ねて、作られた暗号であるというところからですね、意味不明の文字も一つあったそうです。ともかくもその暗号を読むと次のようになります。偽の贈り物を持つ者たちよ、破られた約束に気をつけろ。多くの痛みがあるがまだ時間がある。信じろ、そこに善がある。我々は欺きに抗議する。つながりは閉じられつつあると。一応私の方で訳をつけてみましたが、皆さん自身でご確認ください。句点および B 動詞をどこに補うかによっても大きく意味が変わってきます。 Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain but still time. Believe there is good out there. We oppose deception, conduit, closing.最大公約数的に訳をつけるならば、偽の贈り物と破られた約束に注意しろと。痛みが伴うが時間があると。まだそこに善があることを信じなさいと。欺きに抗議する。つながりは閉じられつつあるということになります。で、この警告文、私林浩氏はもう警告文と断言して良いと思いますけども、この警告文の最初の一行に注意してください。 Beware of、 もしくは Beware the bearers of false gifts and their broken promises とあります。 Beware の後に of を補うかどうかによっても大きく意味が違ってきますが、今日のポイントではありません。で、ここには Beware of the bearer of false gifts とあります。この文章と同じ文章がマタイ伝の7章13節にあります。マタイ伝第7章13節といえば、言うまでもなくアルマゲドンについて書かれた部分ということになります。その第15節はやはり Beware of で始まっています。 Beware of false prophets。 繰り返します。 Beware of false prophets。 そして同じくチボルトンのクロップサークルに書かれた警告文も Beware of the false gifts となります。つまり Beware of false gifts と Beware of false prophets が一致している点に注意してください。他の部分ではありません。聖書の中のマタイ伝第7章ハルマゲドンについて書かれた部分と、そしてチボルトンのクロップサークルに書かれた警告文の内容がですね、このように一致しているという点に改めて注意してください。
偶然の一致ということも考えられますが、チボルトンに現れた警告文がマタイ伝の第7章を意識した文章であると考えるならば、チボルトンの警告文はまさしくアルマゲドン、あるいはハルマゲドンに関したものということになるのではないでしょうか、というのが私の考えです。チボルトンの方は Beware of false gifts、 偽の贈り物に気をつけろとなっています。一方、新約聖書の方では Beware of the false prophets となっています。この両者を見比べてみてください。で、ここでは私林浩司は Beware of と of を補っておきました。文法的にはその方が正しいと判断したからですが、 of を取り除いてみるとですね、偽の贈り物に気をつけろということになるわけです。あるいは偽の贈り物を持っている人に気をつけろとも訳せます。ともあれ、最大公約数的に訳すならばですね、偽の贈り物を持っている人に気をつけろとも訳せるわけです。で、それはさておき、結論としてここで言えることは、チボルトンのクロップサークルには Beware of false gifts とあります。一方、新約聖書のマタイ伝第7章13節以降には Beware of false prophets とあります。 Beware of の部分が一致しているということです。しかもマタイ伝第7章13節以降といえばアルマゲドンについて書かれた箇所であるという点です。となりますと、チボルトンのクロップサークルに書かれた警告文はひょっとしたらアルマゲドンに関したものではないかということになるわけです。最後にもう一度チボルトンのクロップサークルの警告文を皆さんに確認しておいていただきたいと思います。2002年の8月15日にこのクロップサークルが現れ、そのクロップサークルには二進数のアスキーコードによって暗号が書かれていました。そしてそこには偽の贈り物を持つ者たちよ、破られた約束に気をつけろ、多くの痛みがあるがまだ時間がある、信じろ、そこに善がある、我々は欺きに抗議する、つながりは閉じられつつあると。これがもしアルマゲドン、ハルマゲドンに関係したものであるとするならば、私たち人間はこの警告をかなり深刻にかつ真剣に捉えるべきではないでしょうか、ということで今日の話はここで終わっておきます。 Bye for now. But in 2001, suddenly the media paid some interest, because then something appeared that was almost impossible to overlook. Right behind me is Britain's largest radio telescope, the Chilbolton Observatory. And here it was that the greatest sensation in the crop circle history was to appear in the fields right in front of the telescope. On the morning of 14th of August 2001, a formation was discovered which was different from any other previously seen. From the ground it looked like a tangled mess, wisps of crop spread around in no system. However, in the evening with growing shadows, a picture appeared, unmistakably that of a face. That picture represented a whole new technique, a screen technique, the same that's used for printing a picture on paper. 3 days later, the face was joined by something that looked like a data strip. Rows of counters made out of standing and flattened crop.
But soon an astonishing similarity is discovered. In 1974, the astronomer Carl Sagan composed a message that NASA sent into space from the Arecibo telescope in Puerto Rico. Binary figures, which constituted a graphic code presenting key factors about humans and the planet we live on. 27 years later, an identical pattern appears in a crop field right in front of a similar radio telescope. However, on closer inspection, it seemed to show that the code contained some fundamental differences. Sagan's message explained our calculation system, the dominant chemical substances within the elements that create life on Earth, about our DNA code, human's height and quantity, and that we live on the third planet in our solar system, and lastly, a sketch of our radio telescope. The message received described the same calculation system, but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon. The drawing also clearly shows a humanoid figure with large head in relation to its body. It's also explained that they have an extra string in their DNA, are approximately 4 feet tall, inhabit the third, fourth and fifth planets in their solar system, and have a population of around 21.3 billion. Underneath, the telescope has been replaced by something more complex. 1 year earlier, a strange crop circle had appeared in the same place. Is this the same illustration as in the sender's code? Is this the correspondent's radio telescope? If this is not an extremely clever and well-calculated joke conducted by humans, is it a serious response from an alien civilization? The Teal-Balton crop formations really gave new life to the speculations of who is behind this. Is it aliens? Where do they come from? And what is their purpose of this type of communication? The following year, very nearly on the same day, a new picture appears that gives new force to the alien theory, this time in Crabwood, near the town of Winchester in Hampshire. Once again we see a face, but this time there is an unmistakable resemblance to something extraterrestrial. The picture also contains a print, somewhat similar to that of a CD, with something that appears to be a coded message. This formation also has a new type of design, this time with horizontal line patterns of variable thickness, similar to that of a TV picture. The message on the disc is similar to a spiral band built up of many boxes. But data expert Paul Vigay manages to decipher the message. And I had to enlarge the disc quite substantially on the computer and run some image analysis over it to make it clear so that I could see what was a standing tuft and what was flattened. And while I was doing this, I noticed that every so often there was almost a mistake in the diagram. It was like there was a tuft, where the little square tuft, it had done sort of half size. I thought, well, that's a bit odd, and it seemed fairly regular. I was going round, and I sort of counted up, and it was sort of literally every sort of 8 bytes or whatever, and I thought, oh, 8 bytes, and, you know, from computer side, is obviously some sort of binary code. So then I, you know, did the straightforward thing. I just converted it into ASCII. Which is the standard sort of computer language that you encode the alphabet in. And of course I then started to get words forming out, and I thought, oh, you know, getting somewhere here. So I then did the whole thing for the whole lot, and got this message. The message is in English and reads as follows. Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Many have been surprised by this message. Are there aliens with such faces that we should be aware of? Or is this a picture of the sender? Does this indicate the start of actual close contact with neighbors in the universe? My own, and this is only a hypothesis, belief about this is that there's an effort of the extraterrestrials are gradually trying to communicate with us, a very slow process, giving us a lot of time to digest the fact that we may not be alone.